アグルパシオンデポルティーバ・アルコルコン・サットは、スペイン・マドリード州、アルコルコンに、本拠地を置く、サッカークラブチーム。2019から20シーズンは、リーガ・エスパニョーラのセグンダ・ディビシオンに所属している。アルコルコンの選手1971年、ディオニシオ・ムニョセ・ヘレスによって創設され、その後の、約30年間を、ディビシオネス・レイヒオナレスや、テルセーラ・ディビシオンで過ごした。 1999から00シーズン終了後に、セグ軍ダディビシオン B 初昇格を果たし、2000から01シーズンは12位で、セグ軍ダディビシオン B 残留を決めると、続く数シーズンもリーグ中位を維持した。2008から09シーズンは、レギュラーシーズンで3位となり、クラブ史上初めて昇格プレイオフに出場したが、ウエサアンドレウと CD、アルコジャーのお撃破した後の決勝で、 レアルウニオンに2試合合計1から3で敗れ、あと一歩のところで、セグンダディビシオン昇格を逃した。しかし、2009から10シーズンも昇格プレイオフに、出場すると、ポンテベドラ CF とウンティニエント CF を破って、クラブ史上初めてセグンダディビシオン昇格を果たした。2009から10シーズンのコパデルレーでの快進撃は、アルコルコナッソと呼ばれて語り継がれている。 2009年10月27日、ラウンド32のレアルマドリード戦ファーストレグでは、スペイン有数のビッグクラブ相手に、ホームで4から0と対象した。プリメーラディビシオン所属のクラブと公式戦で、対戦するのは、クラブ初の出来事であり、対戦相手のスターティングメンバーと途中出場の、選手には、計8カ国の代表選手が名を連ねた。11月10日に、 エスタディオ・サンティアゴ・ベル・ナベルで行われたセカンドレングは0から1で敗れたものの2試合の合計では4から1と勝りラウンド16進出を決めたラウンド16ではラシン・サンタンデールと対戦し2試合合計2から3で敗れて敗退した2010から11シーズンは終盤戦で順位を上げセグンダ・ディビジオン初参戦ながら9位で残留を決めた 2011から12シーズンは知り上がりに順位を上げた。圧倒的な成績で優勝したデポルティー・ボラ・コルーニャに、ホームで4-0で対勝するなどし、昇格プレイオフ出場圏内の4位でシーズンを終えた。プレイオフ準決勝では、エルクレス CF に2試合合計1から1で勝利、したが、プレイオフ決勝では、レアル・バヤドリードに2試合合合合計1-2で敗れ、プリメーラ・ディビシオン昇格を逃した。 なし、カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。ありがとうございます。